ストレプティペリアオリエンタリーズフレー、キジバトのオスのサイズリコイキジバトのスキジバトは、長高派と木派とかキジバト族に分類される鳥。別名ヤマバト。ユーラシア大陸東部、日本。日本では、国内で繁殖する流鳥。種商名オリエンタリーズは、東洋のノイで英名と同義。全長約33センチメートル。体色は、死誘動色で。 茶褐色から紫灰色。翼に黒と赤褐色の臨場の模様があるのが特徴。英名のタートルはこの臨場の反門に由来する。また、頸部側面に青と白の横縞模様がある。和名の由来は、キジのメスに体色が似ていることが由来とされる。平地から山地の明るい森林に生息するが、都市部でも普通に見られる。樹上に、 小枝等を組み合わせた、皿状の巣を作るが、古巣を利用することも多く、人工建築物に映像することもある。このため野良猫などの獲物になることも多い。オスのさえずり声はかなり特徴的であり、伝統的には、レイレイポッポーと表現される。方うほうほうと表現する人もいる。主に早朝にさえずる。さえずり声は個体によって音程などに違いがあり、 通常五音の発生であるが、4音でさえずる個体も確認される。人によっては、フレーのようにさえずり声を8分の9秒し、普天4分ンとイコール約72のテンポで、クークグッググ,グあるいは、ほう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 と表現した方がわかりやすいであろう。食性は雑食で、主に果実や種子を食べるが、昆虫類、貝類、ミミズ等も食べる。繁殖期はほぼ終年で、 一回に二個の卵を産む。放卵日数は15から16日。放卵は夕方から朝までの夜間はメス。昼間はオスが行う。ヒナは孵化後、約15日で巣立つ。一般的には番で見られることが多いが、繁殖がうまくいかなかった場合は、一シーズンで番を解消するパターンも多い。日本においては、鳥獣の保護及び管理並びに、 狩猟の適正化に関する法律の下で狩猟庁に指定されている。山場とという別名の通り、かつては山岳地帯に生息し、滅多に人前に姿を現さなかったが、1960年代に都市部での重量が制限されるようになってから、あまり人間を恐れなくなり、1970年代には街路樹や建造物でも映像するようになり、都市部への進出を果たした。 ただし、河原バトに比較すれば警戒心ははるかに強い。高地に巻かれた豆などの種子を食害することもある。切手の衣装にもなった。ありがとうございます。